え、なんでこんな時間に帰ってくるの？嘘でしょ？今日帰ってこないんじゃなかったの？そのはずだったのに。とにかくクローゼットに隠れよう。急いで。自身のファンに手を出したことで芸能界を追放されてしまう人もいれば、一度は消えかけたものの過去のスキャンダルを武器に今では大成功している方もいます。そこで今回はファンに手を出したことがある女性芸能人12選を紹介します。最初はモーニング娘。の OG メンバーである矢口真里さんです。矢口真里さんといえば誰もが知っているあのクローゼット不倫が有名ですが、相手がモームスのファンだったのではないかとささやかれているようです。じゃあみんな今日はどんどん飲んで仲良くなっちゃいましょう。矢口さん、はじめまして。実は僕は昔からモーニング娘。のファンで、こうして会うことができるなんて夢みたいです。そうなんですか。ちょっと嬉しいな。今日はたくさん楽しもうね。はい。矢口さん、ご結婚されてますよね。もう結婚発表の時はびっくりしました。結婚ね。もしかしてあんまりうまくいってないんですか？悩みがあれば聞きますよ。あのさ、もしよかったら私の部屋で飲み直さない？え？それ旦那さん大丈夫ですか？大丈夫。今日旦那帰ってくるのが遅いから。この日は中村雅也さんが地方ロケの撮影に行っていたことをいいことに、あろうことか自宅に招いて元モデル男性と親密な関係を築いてしまうのです。矢口さんの自宅っていい匂いしますね。俺来てよかったです。本当？ねえ、自宅もいい匂いなんだけどさ、私はもっといい匂いするんだよ。嗅いでみない？え？うわぁ、ちょっとそんなこと言われたら興奮しちゃうじゃないですか。言ったでしょ、今日は旦那が帰ってくるの遅いんだって。それって矢口さん、いや真里さん、本当にいいんですか？会ったばかりだけど、あなたとは運命を感じるんだ。だからね、来て。ただいま、マリー。え、早すぎるんだけど。なんで？今日は帰ってこないんじゃ。とりあえずクローゼットに隠れてよ。いるじゃん。何してんの？なんで裸なの？あ、おかえり。あのね、お風呂。そう、お風呂入ってて。そこはダメ。あんた誰？すみませんでした。こうして世に報じられたクローゼット事件、一時期は矢口真里さんもテレビ業界から干されたと言われていましたが、今ではこの不倫相手とも再婚し、バラエティ番組でもネタにして大活躍されています。次はモデルや女優として活動しているカリナさんです。美人三姉妹でも有名なカリナさんですが、語学留学した際に出会った男性とスキャンダルを起こしています。そして一部ではその男性がカリナさんのファンになっていたのではないかと噂されていました。僕、あなたといい友達になりたいです。ええ、もちろんいいわよ。よろしくね。私は日本でモデルもやってるの。じゃあここには短期間？そうなるわね。でも帰国するまでお友達になりましょう。語学留学教室ではただの友人関係だった二人ですが、その後行われた語学パーティーで再会を果たしてしまいました。カリナさん、お久しぶり。久しぶり。元気にしてた？元気でした。もう教室で出会ってから僕は君のファンになってしまって、でも君を見ることができないから悲しかった。とても会いたかった。そんなこと言ってもらえるとすごく嬉しいよ。もしよかったら僕と付き合ってくれないかな。いきなりそんな。カリナはファンでもあり友人でもある僕だと付き合うことはできない？そんなことないの。とても嬉しくて驚いてるの。でも付き合いましょうか。ねえ、本当に私と付き合うってことでいいの？
もちろんだよ。それよりもさ、いいかな。ええ、もちろんよ。こうして結ばれた二人でしたが、カリナさんは交際から2年後にある衝撃的な姿が報道されてしまいます。おいカリナ、これはどういうことだ。社長、これは…こんな足を広げた姿なんて撮られてどういうつもりだ。だいたいこの横にいる男とは付き合っているのか。どういう関係なんだ。付き合っていた男性です。でも、もしかしたらはめられたのかもしれません。はめられたとしてもこれは言い訳にしかならないだろう。だいたいファンになったって言われて手を出すやつがいるか。カリナさんのファンになったのか真相は分かりませんが、恥ずかしい写真が世に出回ってしまったカリナさんは一時期芸能界から干されてしまった状態になってしまったのでした。次は AKB 総選挙で話題になった須藤リリカさんです。須藤リリカさんはすでに芸能界を引退されていますが、 AKB48 史上初の総選挙での結婚相手が一部ではファンだったのではないかと噂されているようです。リリカ、この人私の友達でお医者さんなのよ。しかも AKB48 のことが好きみたいなの。挨拶してあげて。はじめまして、娘のリリカです。 AKB48 好きなんですか。はじめまして。ファンってほどではないんですけど、昔はよく曲を聴いてまして。そうなんですね。この人めっちゃかっこいい。もしかしたらファンなのかもしれないけど、まあお母さんの紹介だし付き合ったとしても問題ないよね。その時はグループを辞めちゃおう。この時はまだ何も喋ることができなかった須藤リリカさんでしたが、後日母親を通して連絡先を交換することになりました。はあ、あの人に会えず喋れないし連絡先も知らない状態がもう1年も。片思いってこんなに辛いんだ。私がアイドルじゃなかったらすぐにでも連絡先消えちゃうんだけどな。リリカ、こないだ彼からあんたが出版した本の感想が送られてきたのよ。見てこれ。え、本当？どれどれ。うわー、しっかり読んでくれてこんな感想まで送ってくれるなんて最高。お母さん、もしよかったらこの人の連絡先教えてもらえないかな。私ね、すごく気になってるの。そうだったの？グループはどうするのよ。あんた恋愛禁止なのよ。わかってる。でもずっと気になってて会いたいって思ってるの。恋愛禁止のルールを破ってでも私はこの人と交際したいの。はあ、仕方ないわね。あなたがそこまで言うならお母さんもどんなことがあっても応援するわ。ありがとう、お母さん。こうして母親経由で連絡先をゲットし、今では結婚までしている須藤リリカさん。ファンではないかもしれませんが、アイドル活動中に恋愛をしてしまったという事実はファンからしてもショックな出来事だったと思います。次は女優の川島海香さんです。朝の情報番組の司会も務め、女優としても活躍していた川島海香さんですが、ある男性との交際によって芸能界から干されてしまっています。私、最近事務所から押されていなくて仕事も少なくなってきてるのが悩みなんです。かわいそうに。俺なら海香ちゃんをドラマの主演にできるくらい力を貸してあげられるよ。なんせ昔から海香ちゃんを応援しているからね。本当ですか？それはすごく嬉しいです。はあ、事務所もこんな風に私を押してくれればいいのに。すみません、こんな話ばかり。ちょっと私今日は飲みすぎてますね。そんなことないよ。応援しているからこそこういう悩みも打ち明けてほしいよ。それにしても大丈夫？ちょっとフラフラしてるでしょう。そうみたいです。手貸してあげようか。タクシー捕まえてあげるよ。二人はドラマを通じて知り合ったようで、川島海香さんは相談に乗ってもらっただけであり深い関係ではないと言っていたものの、仕事に影響が出始めてしまいました。川島さん、今月いっぱいでこの番組の総合司会を降りてもらう判断になりました。それは私の報道がきっかけですか？はい、何もなかったとしても世間からすれば既婚男性に手を出したという印象になってしまいます。そしてこの番組は朝の顔ともいえる立場ですので、
さすがに不貞行為を報じられた以上、総合司会を行ってもらうわけにはいかないんです。そうですよね。世間からしたら私が応援してくれていた人に手を出したという印象になってますもんね。わかりました。不貞行為疑惑が理由で朝の情報番組の司会も降板となってしまいました。またお相手が応援してくれていたテレビ局関係者だったことから、そういった意味ではファンに手を出したと捉えられるのかもしれません。次は今やバラエティ番組の常連にもなった指原莉乃さんです。指原莉乃さんは過去にファンであった男性と交際していたことが発覚し、スキャンダルを起こしていました。こんなところなのに来てくれてありがとう。今日は公演楽しんでもらえたかな。とても楽しかった。それにまさか指原莉乃ちゃんに呼んでもらえるなんて、俺すごいラッキーだよね。楽しんでもらえたみたいでよかった。あのさ、実は一目惚れしちゃって、本当は連絡先とか絶対教えちゃダメなんだけど、これいいの？めっちゃ嬉しいよ。その後二人は交際に発展し、週に 2,3 回ほど会ってラブラブな日常を過ごしていました。こうしてリノと交際できるなんて、ファンとしても男としても幸せだな。私も幸せ。今は研修生だけど、いつか絶対正規メンバーになって頑張るんだから。有名になってもリノは俺のものだからね。ねえ、いつか AKB48 を卒業したら私と結婚してくれる？そうだね。将来ずっと結ばれる運命でいいよね。しかし実際には破局を迎えてしまい、数年後にスキャンダルが報じられ、指原莉乃さんは大筋認めて反省していました。ですが現在は卒業後、成功しているメンバーとして大活躍しています。次も今や話題の人となった峯岸みなみさんです。峯岸みなみさんは長年自身のファンと公表していた YouTuber の哲也さんと結婚しています。来てくれてありがとう。みーちゃん、会いたかった。今日も可愛いよ。ありがとう。私も会いたかったよ。実は俺 YouTuber なんだ。もしよかったら東海オンエアってグループ見てみて。 YouTuber なんてすごいね。これからも頑張ってね。ちょっと印象強い人だったな。この時はまだ一ファンとアイドルだったのですが、その後二人は仕事上のつながりがある共通の知人を通し急接近するのです。峯岸ちゃん、 YouTuber の哲也君、君のファンなんだよ。あれ、もしかしてこの人よく握手会に来る？あの、間違えてたら申し訳ないんですけど、私の握手会に来たことありますか？え、覚えててくれたんですか？僕すごくファンで、握手会もサイン会も行ったことあるんです。やっぱりそうですよね。あの、こんなこと言うの変かもしれないんですけど、もしよかったら連絡先交換しませんか？いいんですか？すごく嬉しいです。今度よかったらゆっくりお話ししましょう。その後二人は交際がスクープされ、今では一ファンと元アイドルではなく、誰もが憧れる理想の夫婦となったのでした。ファンに手を出したと言われているかもしれませんが、卒業後の出来事ですので、お互いプロ意識は高かったのではないでしょうか。次は人気グラドルの手島優さんです。何でも話すサバサバした性格が受けている手島優さんですが、ネット番組で人気絶頂期にファンに手を出したと自ら公表していました。実際お笑い芸人は何人かファンに手出したやつもいるけど、俺はさすがにそんなことせえへんよ。あの、私も人気絶頂期にファン食いしてたんです。ファン食い？おいおい、スタッフが引くほどのフレーズが飛び出たぞ。手島優、それはあかん。いくらネット番組でもそれは公表しちゃあかんやつ。わしが早めにファン食いって言わなかったら、今頃スタジオ中が静まり返ってたからな。ここまで公表したなら聞くけどさ、どうしてそうなった？もともとすごく私の好みのタイプで、その人は毎週毎週会いに来ては会ったことを泣くほど喜んでくれていたんです。私もそこまで喜んでくれるならって軽い気持ちから2回ほど関係を持ってしまって。待って、そもそもそんなタイプだったとしても、あなたからファンに手を出しに行ったらあかん。いや、でも聞いてください。私に会えたことを泣くほど喜んでいたのに、2回ほど関係を持った後に相手から振られたんです。もうそれ
ファンの男性からすれば近づけば食ってもらえるんだって分かったから逃げただけでしょう。私もまさか振られるとは思ってなかったですね。もちろん今はもう何もしてませんよ。当たり前や。知ってるって言われても余計に困るだけや。その男性が手島優さんを振った後もファンだったのかは分かりませんが、タイプの男性から大好きと言われてしまい、つい魔が差してしまった手島優さんでした。次は元アイドルの大場久美子さんです。現在は腰の激痛に悩まされ日々戦っている大場久美子さんですが、過去にはある特定のファンに手を出してしまっていたようです。よし、今日もファンからの応援コメントを確認していくぞ。どれどれ。うん、そういえばこの人最初からコメントしてくれている人だ。本当は良くないと思うけど、お礼も兼ねてメール出してみよう。きっかけはメールを送ったことから始まっていました。もともと大場久美子さんは自身の携帯のアドレスを公開していた時期もあったため、ファンからすればものすごいチャンスでもありました。マネージャーさん、私のお願い聞いてもらえるかしら。可能な限り聞きますよ。どうしましたか。何人かのファンとメールのやり取りをしているのだけど、この男性に心惹かれている自分がいるの。メールの文章だけで心を惹かれる男性なんてそうそう現れないと思うのよ。もし大丈夫ならこの男性に会わせてほしい。ちょっと心配ですね。ではこの楽屋内でよければ。構わないわ、実際に会ってお話しさせて。その後男性と会い、何度か回数を重ねるうちに大場久美子さんは結婚を意識し始めます。あのね、いきなりこんなことするの変かもしれないけど、私あなたとなら結婚してもいいとまで思っているの。でもあなたが知っている私はアイドルの大場久美子、そうじゃないその私も見てほしいんだ。1週間でいい、私と同棲生活を送りませんか。僕もできることなら君と一緒になりたいと思っているし、どんな君でも受け入れる覚悟はできているよ。それに君がお試し的な同棲生活を送りたいというならそうしよう。それでも僕の気持ちが変わらないと分かったら僕と結婚してください。こうして始まった推しとアイドルのお試し同棲生活。大場久美子さんのその姿を見せても変わらなかった男性と無事に結婚し、今では良き旦那様となっていました。次はカトパンのモノマネで話題の持田コシヒカリさんです。実際にファンを食べたという話はまだ上がっていないようですが、明石家さんまさんのレギュラー番組で男遊びをしていることが暴露されていました。パートナーの男性をすぐに家族に会わせるという質問ですが、今はどうなん。私は嫌ですね。それはなんでな。いい男を最大限に見つけたいという気持ちの方が強いので、絶対に会わせたくないです。ああ、そういう理由があるのか。え、でも私持田コシヒカリちゃんと同じ事務所なんですけど、この子めっちゃ男好きですよ。男遊びなんて半端ないです。ちょっとそんなこと言わないで。しかもさ、ファンの男性に手出してなかった。なんやお前、ファンに手出したんか。いやいやいや、さすがにファンには手出せないですよ。ほんまかいな。男好きなんやろ。タイプの男性がファンで手出してもいいですって言われたらどうする。ちょっと考えちゃいますねって何言わせてるんですか。さすがにファンには手を出せないと言っていた持田コシヒカリさんですが、意外にも男遊びが激しいことは認めています。もしかしたら内緒でファンに手を出している可能性もなくはないですね。次は超スピード離婚で話題となった遠野なぎこさんです。遠野なぎこさんは結婚からわずか2ヶ月で離婚していますが、その翌日から別の男性ともデートしていることでファンにも手を出しているのではと言われています。ねえ、私たち離婚しましょう。え、なんで。まだ結婚して2ヶ月しか経ってないのに。別にあなたに悪いところがあるわけじゃないんだけど、私不特定多数の男性と遊びたいの。あなたと結婚したら他の男性が私の元から去っていったのよ。それは困るわ。あれだけじゃ不満なのか。そりゃあなた一人だけっていうのは私には難しい話なのよ。まさかの理由で結婚から2ヶ月で離婚した遠野なぎこさん、そして男遊びが激しい自身の性格をテレビ番組でも堂々と明かしていたのです。遠野さん、
結婚した翌日に別の男性とデートしたって、これ本当なの？はい、事実ですよ。え？じゃあなんで結婚したの？そもそも結婚に興味なかったんです。それに自分でも向いてないなと思ってたんです。でもたまたま元夫に押し切られるような形で結婚して、それに婚姻届を書くときに離婚届も書いてもらってました。マジで？それすごすぎない？私は男の人が大好きなんです。不特定多数の男性と遊びたいし、ファンともタイプだったらちょっと声かけちゃうかもしれませんね。でも逆にそれを堂々と言えるのもすごいわ。遠野凪子さんは最大で七股もしていたことや、番組でも男遊びが普通だと公表していることから、ファンに手を出したと噂されているようですね。次は高学歴とも言われている真鍋かおりさんです。これまで真鍋かおりさんは人気芸人との熱愛も報じられていましたが、一番初めに報じられた男性がファンだったのではないかと噂されているようです。ねえ、私のこと好き？もちろんだよ。好きって気持ちもあるし、俺が一番かおりのことを応援してるんだ。ある意味一番のファンかもしれないね。一番のファンなんて嬉しいな。でもファンってことは、私ファンとネタってことになっちゃうね。確かにある意味ファンに手を出したってことになるのかな。まあそう言われちゃったとしても構わないわ。私はあなたのことが一番なんだから。これからずっとこの先も香里の一番のファンであり続けるさ。高校時代から5年にわたって交際していたのですが、残念ながら2人は破局を迎えてしまいます。しかし2003年頃にベッドでのツーショットを報じられてしまいました。真鍋、この写真は何なんだ？え、どうしてこの写真が？誰かにリークされたに決まってるだろう。ちょっと確認してきてもいいですか？リークされた人間に心当たりがあるのか？とにかく何でもいい、まずは確認してこい。もしもし、久しぶり。あのさ、ちょっと聞きたいことがあって電話したの。久しぶり。まさかお前からかけてくるなんてな。あのね、さっき事務所の社長からあなたとベッドで撮った写真が載った記事を見せられたの。この写真持ってるの私とあなただけよ。もしかして私のこと売ったの？さあな。もし売ったとしても素直に言うはずないだろう。話ってそれだけか？電話かけてごめんなさい。元気でね。実際本当に元交際相手が写真を売ったのかは分かりませんが、真鍋かおりさんを応援していたという点から噂が一人歩きしてファンに手を出したと言われていたのかもしれません。最後はベテラン女性芸人の友近さんです。友近さんは同じ事務所で一時ペアも組んでいた名田木武さんと公認カップルと言われていましたが、破局の背景に友近さんがファン男性に手を出すほどの遊びをしていたことが原因だったようです。なあ友近、最近俺に対して冷たすぎやしないか？俺たち事務所からも公認のおしどりカップルなんだぞ。何か俺に悪いところがあるなら教えてくれよ。あなたに悪いところなんてないわ。芸の面でも尊敬しているし、笑いの感性も似ている。それは交際8年経った今でも変わらない。だけど同じ時間を過ごしていくうちに戦友みたいに思えて、私は男としてもうあなたを見れなくなったの。もしかして最近会ってる男が原因か？なんでそれを？まあいいわ、いずれわかることだもの。そうよ、私は彼のことが気になっているし、他の人とも関係を持ちたいと思っているの。くそ、なんでこうなっちまったんだ。お前は男遊びするような女じゃなかっただろう。そんなのあなたの勝手な妄想よ。私は相手がたとえファンだったとしても自分の好みだったら興味を持つような女なの。お前とはもうペアも恋人関係も終わりだな。男遊びするような女とは一緒にいることができない。本当にファン男性にも手を出していたのかは分かりませんが、関係者は友近さんが一般男性と手つなぎデートしていることからありえない話ではないと明かしているようです。くー、俺もファンである女性芸人とつながれるもんならつながりてーなー。手を出したというとあまりいいイメージはありませんが、有名人とつながれるチャンスがあるという言い方をすれば、ある意味夢のような話に思えてきましたね。手を出されたとしてもさ、自分が応援している芸能人から声かけられるって
ある意味すごい話だと思うぜ。そうですね、夢のような話かもしれませんが、一度は応援している芸能人から自分だけに声をかけられるって体験したいと思う人も多くいるかもしれませんね。